初日よりはそんな目立ったミスはなく自分でもちょっとここ間違えちゃったなっていうところとかは自覚しているので、そこはしっかり次出る時までには直したりして、またね、また出演できたらなと思っています。そうね、初日よりはまだ余裕は持ちました、持ちながらやってました。ゆきりんさんどうでしたか？いや本当に多分私のポジションだけなんですけど、本当に MC でも関わることないし、曲中もユニットも一緒にすることが本当になくて、そうなんですよ。だからここのポジションの人マジかわいそう。そう、 MC もユニットも一緒じゃないから、どう頑張っても、そう、まあ元彼ですでの前の元彼ですの曲披露の前にの MC がもう変わることを祈るしかないって感じ。あ、セナタンだ。やはー。そう、だからそれ以外では本当に関わることがなくて、だから多分今回の今で今日出たメンバーの中で誰よりも話してないと思います。本当にそれ、私ここ以外は多分みんなユニットでそう被ってるから、だからありがとうの時に、いやこれ MC でも言ったんですけど、ありがとうの時にもう本当にほぼ初絡みみたいな感じだったんですよ。皆さんもご一緒にとか、その同じ歌割りの時とかぶっきらぼうとかは、まあ同じ歌割りではあるんですけど、目合わせるぐらいじゃないですか。ちゃんと喋ったりとかっていうのが本当になくてここのポジションは、なのでありがとうの時に何を喋ったか、ピンクなんだね、リハの時もなんかなんかここって何してるって聞かれて、適当です本当に適当なんですよ本当に。まあ、ナーミンに抱きついたりとかはそういうのはあるけど、でも本当に何も決まってなくて適当ですって、適当って聞かれたから適当ですって答えちゃってそうで、多分ゆきりさんも本番困ってピンクなんだねっていう、もう誰にでもできるような会話をしてましたそうだから多分ここのポジションの人が一番ゆきりんさんと接点ないから、なんか結局喋れないかもそう、結局喋れないかも、ここ私何か他のとか2回公演とかがあったら、まあ、合間とか、いや無理だな私は喋れんそう無理でした、喋れませんでしたっていう話です。そう、 MC で絡めないのがねめっちゃ悲しい。だから元彼です、だって元彼ですなんてさ、もうマイクつけに行くのと膝当てつけに行くのと靴を変えるだけだから、別にどの順番で誰が行ってもいいわけじゃないですか。だからそこ変えれるなら変えたいですね、変えてほしい。そう、前も一緒だったっけ、前の時もあの4人だったのかな、変わってないのかな。なんか K の時、その K の時ってかネモハモの時は結構いろいろランダムだったんですよ。そう、ゆいさんに対する反応に似ててハルピョンだなと思ういや本当に無理なんです。だって私がもうずっとテレビで見てた人が今自分の目の前にいるんですよ。無理じゃない？もう私はゆきりんさんを見て育ってきたアイドル AKB を見て育ってきたようなもんだから、私はまた AKB 好きなメンバー大体そうなんですけど、でもそういうもんだから、そうアイドルとしてその踊ってるとか
あの歌ってるとかその MC とかもだし、なんかそういうゆきりんさんをマジ尊敬してるリスペクト人間なので、そんな人が急に隣に来られてみ、無理よ無理なのよ柏木さんむしろウェルカムの方、まあ、多分先輩ってそうなんですよね。私もなんか、まあ、この話はちょっと後ほどしますけれども、後輩から来てもらった方が嬉しいですよね。ハルピョンさん、ドラギお疲れ様でした。顔可愛くて最善でガン見しちゃいました。ありがとうございますありがとうございます。またぜひあのガン見しに来てくださいガン見しに来てくださいはやばいかな。パンダさん、ハートありがとう。キュンです、ありがとう。連絡先はもうあれ、何でゆきりんさん、あそうだ、前になんかその私がなんかのっていうか、そのこうゆきりんさんが来てるよみたいな時に、そのファンの方が教えてくれた時に、その後配信が終わった後に LINE したんですよ。そのコンサートが中止になった時、そうそうそうだったかな、確かに LINE したことがあるので、全然連絡先はお持ちではいるんですけど、でも喋れないですそうだ、多分ゆきりんさんも私メンバーの人と喋ってる時とか、メイクさんと喋ってる時の私と本当にすごい、なんかもう先輩と喋る時の私って本当に全然違くて、多分それがその K でなんか全あんまり馴染めなかった原因の一つなんですけどそれは自分でも分かってるんですよ。そのなんかコミさんにも言われたのは、なんか先輩とかはもっとなんかその素を見せたりとか自分らしいですね。だから別に誰かと喋るにもすごい大変なんですよ。それは後輩先輩関わらず誰でもなんですけど、一番にコミショだから無理なんです。そうでもそのセナタンとかクルちゃんとかはすごい喋ってくれるから、なんか聞いたりしたら喋ってくれるから、そのてかすごい自発的に喋ってもくれるから、私的にはすごいなんだろう、喋りやすい後輩だなっていうのは思ってて、そうだから今のチーム B では喋っていけるんだけど、そうでもなんかで、あとはほとんどが8だからそういけるんですけど、あのゆきりんさん、まあ、それこそ多分ゆきりんさん以外の先輩方、チーム B の先輩方と喋るんですかね、私はそうなんですよね。だから頑張ります頑張ります、はい雪凛さんに公演のお礼のチャンス、何なんて言うんですか、逆に、なだって怖くない、急に今日はありがとうございましたって送るんですか変なやつじゃん、ただただそれはそれでサプライズレバーさん、ミラポリ4つありがとうございますそんなグイグイは違うよパンダさん、ミラボール1つありがとうございます。トラックエローさん、ミラボール3つありがとうございます。8個ありがとう。全然変じゃない、本当初ハルピョン可愛すぎ、嬉しい、ありがとうございます。あ、今日は一緒に出れて嬉しかったです。 MC で一緒に絡むシーンがなくてピエンなんですけどみたいな、まあ、ピエンなんて言わないけど桜のお友達さん、ミラボール2つありがとうございます。船山門さん、ミラボール1つありがとうございます。11、そう1回にめっちゃ来るね、1回1人投げたらめっちゃ来る本田警察のようにゆきりんさん、あそこずれてましたよねやばい、でもいやでも何でもないです、無理です私は言えない
私には言えない。17期にグイグイ来られたら大丈夫。え、全然大丈夫です。むしろ17期ってすごい若い、すっごい若い子っていう子って、なんかなんて言うんだろう、結構高校生組が多かったりとか、もう19、20のメンバーもいたりとか。20いるっけ、ニーナちゃんが今年20、21、8月。ニーナちゃんはね、8の日だから覚えてる、誕生日すごくない？そう、でもだから多分グイグイ来れそうなメンバーじゃない？でも私もじゃあ18、19、20、もうお前なんなら22じゃん、グイグイ来いよ、無理なんですよ本当に。あのこんなに喋ってますけどこんなに喋ってますけど無理なんですだから私がこんなに喋ってるあの姿をゆきりんさんとかが見たらびっくりすると思います。今日見学してたな、みんな、はるぴょんよかった、嬉しい、何で言ってくれてたんだろう、嬉しい。私もあのまあちょっとメールで送ったんですけど、ナーミンからそういうことを言われてすごく嬉しかったので、これからも頑張るぞっていう気持ちと、まだまだあのこのなんだろう、この公演のうちに成し遂げたいことが本当にまだまだたくさんあるので、私はまあとりあえずまずは二の腕を痩せることを始めようと思いますはい、この感じが出せたら、この感じが外で出せたらハルピョンさん無理ですよ、喋れない。でも結構さ、私さ B のな、 K よりは B 喋ってるでしょ。そう、え、違うんです、二の腕がねタロタロなの、タロタロチキンなんですハルピョン。そうだから、あのお腹とかはもう自分は結構満足、まあでも腹筋はね、筋肉は腹筋は欲しいと思ってるのであれなんですけど、でもあの二の腕がもう本当にもう二の腕のこの肉がなくなったらもっとなんか華奢な可愛い子に見えると思うんです。なんか今自分が華奢で可愛い子みたいに、はずもっととか言うね、違いますけど、あの今以上になんかもっと綺麗な女性になれるような気がするんです。だからこの二の腕のタルタルチキンをなくしたいっていうのを目標なんですけど、まあ今日もさっき食べた、お腹いっぱいタンポポの決心の時の衣装欲しいけど撮る暇ない。初日の時に全部撮ってあるんですよ、実は私。偉いから、あの早替えでさ、みんなも皆さんもご一緒にと、春一番が吹く頃の時に着ている衣装って、その早替えっていうかもうステージ上で脱いだりするから、そうだから撮れないじゃないですか。だからもう初日の時に全部撮ってあるんです、実は。でもなんかインスタできなくて、投稿、そうそう、インスタ投稿できなくて、この間エラーが発生して、まあその分は昨日の夜投稿したんですけど、なのであの投稿します、また。はい、あの今日みたいな感じで投稿しますはい、でも髪型は前回のなんですけど許してくださいそんな、待って、まださ配信始めてさ15分も経ってないんですけど、今日めっちゃ喋りすぎて、もうなんかもう満足、あ、15分経った、もう満足、今喋りすぎた、めっちゃ、うん、ふん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 、喉カラカラっていうか頭酸欠で死にそう今。そう、作太郎さん、マジさん、ハートありがとうございます。
ちょっと遅くならないうちにゆきりんさんに謝罪じゃないやありがとうございました、 LINE しておきます。ちょっと待って、ナーミン何で言ってくれてた、それ気になるんだが。すみちゃんハートありがとう、キュンです、ありがとう。何で言ってくれてたんだろう、配信かな、何だろう、何ですか、さっき教えてくれた方教えてください、もう一度。あ、間違えた、リバース出せばよかった、ミスった。何で言ってくれてたんだろう。え、テンションバリ高い、それな、やばい、どうしよう、今日でハルピョンさん始まっちゃう、やったー、他の女情報他の女情報教えてくれ、ゆきりんさんによろしく何もよろしくされることないんですけどね、全然。はい、今日ゆきりんワールドさんのカメラ回してたと聞いてたけど、ハルピョン出演できた、できました、できましたっていうかできましたっていうか、まあ回してらっしゃいました。はい、楽屋がうるさくないって言ってたのが面白く、え、本当にあんな静かな楽屋、私も初めて、なんかケイも賑やかだったし、エイトも賑やかなので、そう、ヒダーヤが配信で、待って、ヒダーヤが配信でどういうこと、何の話だ、ちょっと待って、どの話を言ってるんだろう今。ゆきりんさんワールドさんの話ですか、待って、何の話だナーミンがヒダーヤが配、うん、まあ難しい、待って、あーぱ、ゆきりんさんとピョンムービー、なんかゆきりんさんめっちゃ忙しそうで、今日終わった後もなんか一緒に写真撮りたかったんですけど、あのなんか多分ゆきりんさんワールドさん撮ってて、そう、それで、あ、楽屋がし賑やかだった話かな、チーム K の楽屋が賑やかだったって話かな、わかんないけど、でそうだから、そのすごいずっと私も衣装で待ってましたそう、普段だったら衣装、あのアンコール終わってからすぐ着替えるんですけど、アンコール終わってから、何、公演が終わったらすぐ着替えるんですけど、ゆきりんさんと絶対写真撮りたいと思って、そう、それでずっと衣装のままで、下はさ、一応これあんまりあれなんですけど下はさ別にさ写真に写らないからさ、着替えてもいいじゃないですか、だからゆきりんさんと撮ってる写真は下だけレッスン着ですあ、ゆきりんさんはちゃんと上下衣装でしたよ、そう、でもゆきりんさんと撮った写真は下だけレッスン着です。まあ、そんなことは置いといて、そうそうそう、私がね、私の服がね、別にゆきりんさんはちゃんとどっちももう全衣装だったので、はいあれですけど、で何の話してたんだっけ、だからそのピョンムービーもそうなんですよ、だからでもとあるメンバーとは撮りましたので、楽しみにしててください、はい、とあるメンバーとは撮りました、そうそうそう、で、まあ今のうちの返信しなきゃって話だったっけ、何の話だ、今のうちの返信しなきゃ、何の話だ、ちょっと待って、もうなんかマシンガントークしすぎてやばい、そうマシンガントークしすぎて、な、何の話だ、どの話だ、あ、ゆきりんさんに LINE しなきゃ、それは今しようとしてます、ゆきりんさんの LINE を開いてはあります
山下さんハートありがとうございます。さすがにね12時になってから送るのはあれなので、日付が変わる前に送りますよ、もちろん。それはちゃんと、そうそうそう、やっぱ日付変わってから連絡、もうこの時間でもあれですけどね、9時前ですよね、だいたいこういうなんか会社とかでもさ、その先方さんへの LINE ってさLINE というか連絡メールとかってさ、まあだいたい9時前に終わらせるじゃないですか、うん、電話とかもさ、そうでしょ。でもまあ9時はむしろまだ会ってたかもしれない、私たちまだ一緒の空間にいた気がする。あれ何時に終わったっけ、忘れたんですけど、そうそうそう、なのでやばいでしょ、公演終わってすぐさ、すぐそこに隣にいるっていうか、まあ、反省会の時も隣にいたんです、隣にいてくださったというか、いや違うんですよ、たまたま座ったところが隣だっただけなんですけど、なのにすぐ隣にいるのにさ今日はありがとうございました、口頭で言えよって話ですよそれは竹蔵さんハートありがとうございます。そうそうそう、今日はえ、今日顔面マジいい、わかるわかる、今日めっちゃ顔面いいんです自分で言うのはあれですけど、今日結構メイク漏れてて、そうなんですよ、嬉しい。今日朝っていうかもう劇場着いて鏡見てメイクっていうか顔、あ今日ちょっと調子いいと思って、そうで、あのメイクしてるうちになんかちょっと濃いかなと思ったんですけど、そうでもめっちゃ眉漏れてる、メイク漏れてる今日。嬉しい。TikTok 撮ろうかな。でも髪の毛ほどいちゃったもん。てか、はい、そう。どうしよう。前髪だけ綺麗に直したら TikTok 撮れるかな。でも TikTok って全然覚えれない。私覚えるの苦手だからさ。なんか振り少ない TikTok がいい。今日の B は可愛いが、思います、私も。てか今日のっていうか、もう今のチーム B マジでなんかもう可愛いしかいなくてそう本当にもうなんか、でも、まあ、MC でも言ったけど本当になんかみんなが違う可愛さを持ち合わせてるじゃないですか。そうだからすごい素敵だなーって今のチーム。そうでもなんかすごい可愛いだけじゃなくてみたいな、キュロンキュロンみたいなだけじゃなくて、そのちゃんとすごいみんな喋ってくれるし、私は喋れないんですけどみんな喋りかけてくれるし、そうだからなんか嬉しいです、本当に可愛い爆発してるみんな、マジでやばい、本当にそう。今日は8人中4人8だったから8公演かなって錯覚した。そうなんですよね、私もって今日誰が左を言ったのかな、なぎちゃんが言ってたのかな、こうあのあれで終わった後にそのお片付けしてる時に、8今日4人もいるのみたいな話してて、なんなら残念少女全員8だしなあ、この話ずっとしたかった話があって、ようやくできるんですけど、あでもようやくできるまあようやくできるんですけど
あの残念少女の時にのリハの時にちょうど香里ちゃんがその時そのお家にいる期間だったのでそのレッスンに参加できなくて、で私がねそこの時に参加してたんですけど、そしたらレミちゃんと私とナギちゃんの3人でその残念少女のレッスンをやってるわけじゃないですか。もうなんかエイトの公演とかエイトのコンサートなのかなって自分でも錯覚しちゃうぐらい本当にそのレッスンの時はなんか B 感なかったです。でなんかその初めての私のチーム B のレッスンがそれだったんですよ。でなんか初めて今日はチーム B のレッスンしてきましたみたいな話を多分皆さんにさせていただいた時になんかどうだったみたいな、チーム B どうみんなと喋れそうみたいなコメントがたくさん来たんですけど、全員8だったんだよなって思いながら、でもまだ言えないからさ、ユニットだから、そうそうまだ言えなかったからみんな8だったんだよと思いながら私はそうその時に母みたいな感じでごまかしたんですけど、本当に全然なんかそうなんですよ。実は初めてその参加したレッスンが残念少女でもう全員8っていうそうレッスンで全然 B 感なくて、そうなんか参加できなかったレッスンとかもあったから、みんなは他の曲とかでもう B 感を感じてるんですけど、私はその曲が初めてだったからB 感感じれずにそう終わりましたね最初のレッスンの時はようやく言えた。でもこれからもね、私とそれこそ私とナギちゃんとレミちゃんが3人一緒に出るときは、誰かが進歩状を覚えない限りは一緒に残念少女エイト公演みたいな感じでやらせていただくのでよろしくお願いします。 B 公演ですけれどもエイトがそのユニットは支配させていただきますので、すいませんすいません。だから香里ちゃんがいるとねまた変わるんですけどね、残念ながら私はそうなんですよでもいろんな人に残念少女やったことありそうってめっちゃ言われて、でも一回もそのレッスンの時もなぎちゃんにそう言われて、でも一回もやったことなくて実は私、そうそうなの。だからその時初めての振り入れだったんですけど残念少女、でもサビは基本一緒だったりとかするからそんなにめっちゃ難しいってわけではなくてよかったですよかったです。残念少女終わりにマイク取られる演出はどんな打ち合わせしているの？あれはもうなんかその、口移しの方々がなんかお姉様みたいな、だからさなんだっけ、お示しのお姉様と妹たちみたいな感じでやってますあれは。そう折りたたみかな、これは星見の携帯、折りたたみガラケーね、私はでもガラケー使ったことあるので、そうそうそう。ゆきりんさんファンですが、最前で公演見ていたよ春菜ちゃんに手を振られてドキッとしたお話し会取ろうかな、ぜひお待ちしてます。7月しかないんですけど、私ちょっと諸事情でちょっと諸事情で7月しかないんですけど、ぜひお待ちしてますので待ってます、嬉しい来てね、名前覚えたよもう、山崎雅弘さん、はい来てください早いはい来てください、お待ちしてます。そうなんですよね、さとみなちゃんの陰キャとぴょんちゃんの陰キャは種類が違う、え絶対違うと思います。さとみなちゃんはなんか今日 MC でも言ってた、 MC だっけ、なんかでも多分 MC かな、でも言ってたけど、なんか陰キャが陰キャして陰キャの空回りした陰キャみたいな、
って自分で言ってたんですよ、私が言ってるわけじゃなくて。そうだからその無言がもうあれだから、喋らなきゃ喋らなきゃって思って出ちゃうみたいなのを今日言ってて、でも私はその陰キャすぎて、陰キャの陰キャの陰キャの陰キャなんだけど、もう頭では喋らなきゃやばいやばい無言無言無言とか、もうありがとうの時もゆきりんさんと隣にいる時にあのピンクなんでピンクだねって言われて、紫なんですねって言った後、やばい無言無言無言やばい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 って思ってたんですけど、でも喋れない陰キャなんですそうそうなの。だから羨ましいもん、さとみなちゃんが。私からしたらさとみなちゃんは陰キャじゃないです、はい、全然もうすごいすごい喋って、人と喋っててすごいと思います。ナーニャさん、ハートありがとうございます。みんな静かってゆきりんさんが言ってた喋れないんだよ。お話し会7月だけなんですね、ちょっとお邪魔してみ、おおやった、待ってます、再販やってるので皆さんぜひお待ちしてます。7月だけだけど、夏にハルピョン見て暑さ吹っ飛ばしてくれ。多分8月もあるっけ、あれ7月あ8月あれちょっとあんま分かんない。こういう時はね、ファンの皆さんが作ってくださった画像を見るのが一番なんですそうそう、めっちゃ早い、それがめっちゃ早い、そうするのが一番早い。7月17、7月18、7月31、8月21です。待ってます。ジョニーさん、ハートありがとう。あ、9月もある。嘘、9月知らない。9月って何？ 9月24。え？ちょっと待って。9月24。ちょっと待ってよ。あ、大丈夫、よかった、びっくり、焦りピーポー、万事、3連休じゃん。23、24、25、17、18、19、ジョニーさんハートありがとうございます。待って、ゆきりんさんに、え、じゃあ20、21、22休んだら 1,2,3,4,5,6,7,8,9 連休だ、やば、今日寝れるってぐらいのテンション、あ、寝れる、これぐらい頑張って、頑張ってっていうかこれぐらい喋った方が寝れる。そう、マジで私今日めっちゃ喋ってるな、てか喋る内容が多いからなんだよね。そう、なんか本当に何もしてない時は喋る内容がないから、喋ることがないから静かっていうか喋らないんですけどそう、あ、公演後のいつものやつは明日やりますね、明日やらせてください。ちょっと今日は荷物まとめたので、あの散らかさない、姉の部屋は散らかさない、散らかしたら怒られるからはいそうです、散らかしたらぶん殴はられないけど、あ、コメント変えよう、ドボン返し。
話す内容が嬉しい多いって嬉しい、本当にそう。私話すことはすごく好きなんですよ。でも人と話すのは苦手ではないけど、なんだろう、なんかわかんないんですけど、まあそうです。キツト浩平さん、フラワーシャワーありがとうございます。ハルピョンちゃんに見つめてもらって落ちそうなユキリンさんオタクですぜひお話し会来てください。そして、またまあ今度ね、またユキリンさんと一緒に出れるかわからないけど、一緒に出れるように私も頑張りますので、その時はまあもちろんユキリンさんが出てない時にハルピョンのことを見に来てくださっても嬉しいんですけどまあまずはね、ゆきりんさんがいてくださる公演に私も出れるように頑張って、でまあ一緒に出てる公演をぜひ見に来てくださったら嬉しいです。そこでどんどん釣られてくださったらキャハゆきりんさんファンさんと、ぴょんちゃん親和性がある、どういうこと親和性、どうのあれですか、いい感じってことレイちゃんとのコラボ配信を見たときこんな感じだとは想像しませんでしたあの時はマジでもうファンの方のコメントにもあったようにウサギかぶり、いや違う、かぶってるわけじゃないんです本当に。いやこれはもうどうやって証明したらいいのかわからないんですけど、バーストするよ私。でもあなたがバーストするか私がバーストするかだね、それだと。バーストかぶってくれた、嬉しい。嬉しくはないけどありがとうございます、優しい。まなかちゃんファンの方めっちゃ優しい、ありがとうありがとうございます。そうなんか本当に違うんですよ、あの喋ることはすごく好きだからそうなんですけど、でもなんかこれを言ったらどう思われる、なんか対人になるとこれ言ったらなんか多分表情とかが見えるからこそ、これ言ったらどうなるんだろう、あこれ言って嫌な顔されたら嫌だなとか、そういうのすっごい気にしちゃうタイプなので、対人とは喋れなくて。そうでもこれはもう今はいや人なんですけど、皆さんもね、でも画面っていうものが一個一つ挟まってることによってすごく私は喋りやすいです今。だから私配信者になろうかな配信者の方が喋れるのかな。でも私は余計な発言もしてしまうのであまり、そうなんですよ、配信者にはなれないんですけど、そうでも皆さんも人なんですけど、もちろんでもその画面を一つ挟んでることによって少し喋りやすい状況が起きるというか、喋りやすい状況になるんです。そうだからこれからもよろしくそう全然違いますよ私、うん、そうそうそう、ネバーストップさん、フラワーシャワーありがとうございます。公演楽しかった、ありがとう。喋りやすい条件が そうです、自分が喋りやすい条件が揃ってる、あとは見てくださってる方が絶対ハルピョンのことが好きっていうもう自信があるからそうだって嫌いな人の配信には来ないじゃないですか、だからハルピョンのこと絶対好きっていうのが分かってるからっていうのもあって喋りやすい。そうそう、公演入るまでもチームメイトではハルピョンちゃんが好きで、今日は落ちました、ありがとうございます、あ間違えた、ありがとうございます、今ドボンが間違えちゃった、
タカピョンさんハートありがとうございます。ゆきりんさん推しがさんが、うん、連れてた嬉しい嬉しい。でも本当にダンスもうめっちゃゆきりんさんのもうアイドルダンスを本当にもうどれだけこの同じチームでどれだけ吸収できるかっていうのはすごい私の目標にしているので、こう一緒のステージに立つ時にたくさん吸収して、一緒のステージにじゃん、そのゆきりんさんが出演されない時に、あ、いや多分一番そのもうザ・アイドルなのはゆきりんさんなんですよ、チーム B の中で。でもそのゆきりんさんが出演されてない時に、あ、一番今日アイドルだったなって思っていただけるのがハルピョンになるように、でいつかはゆきりんさんと、まあ、並べるぐらいになるようにアイドル頑張りたいと思います。今日公演で見てたらキラキラアイドルって感じだったけど、なんかイメージ変わりました、褒めてるそうなんです、ステージ立つとアイドルスイッチオンピーって感じなのでめっちゃ入るんですけど、だから多分今日はなんか特別異例です、めっちゃ喋ってる今日、そう全然こんな喋ってない普段作太郎さん、ミラボールありがとう。待って、12個、7月お話し会申し込んだ、ありがとう。12、そうここでも、でもハルピョンは緊張した状態で喋れないですよ。わざわざ見に来るアンチさんもよくまれにいる。でもアンチさんでも私嫌いな人の顔って見たくないと思うんですよ。だからだからその来てくださるってことは多分少しは好きだなとか気になってるなって思うと思うんです。私は多分嫌いな人の顔って絶対人間って見たくないと思うので、そうそうそう、構いたくもないと思うのでちょっとは好きなのかもしれない。竹兄さん尊いありがとう。公園で春ちゃんの笑顔にそらイエイ。正直ゆきりんさん推しさんの多さ、え、本当にゆきりんさんファンの方めっちゃ、え、てかもうなんかどこ見てもそのゆきりんだるまさんのサイリウムがたくさんで、なんか劇場の外で配ってたのかなってぐらい本当にたくさんあったんですよ。まあ多分皆さんがそのゆきりんさんのコンサートに行ってそこでゲットしたものだと思うんですけど、そうだからすごいなって思いました。もう本当にいっぱいこう思ってはーってなりました。ラストのありがとうでぴょんちゃんとゆきちゃんが並んでてマジで嬉しかったちょっとあそこではもうちょっと喋れるように頑張りますねはい、私も頑張ります。たかぴょんさん、フラワーありがとう、花束ありがとう。公演違う雰囲気が配信でた、そうです、もう全然私多分公演来てくださった方が私の配信来ると全然なんか違う人って本当によく言われますそうめっちゃ意外と、特に K の時はマジで MC でも全然喋んなかったから、はい、あでもそう、あそう、はいみたいな、もうそれしか喋れなかったから、多分 K の時はもっと思われてました全然違う人だって。今日の公演見て決めました、お話し会初購入、ありがとうございます。7月8月9月待ってます、待ってます。すみちゃんハートありがとう、キュンです、ありがとうございます。あ、学生さんなの、あらららら、全然、じゃあもう公演にそのゆきりんさんと出演する公演にもう推しを見に行くけど、なんかついでにハルピョンのことも見てあげようかなぐらいで、ぜひお待ちしてます、はい、お待ちしてますのでぜひよろしくお願いします。ゆきりんさんの初日雨、え、本当？雨降ってた？多分私たちが公園劇場の中にいる時に降ってたんだ。じゃあ全然傘いらなかったやんって思っちゃったもん、うち。なーにゃさん赤だるまありがとう、パンダさんハートありがとう。公園ではアイドルを演じようとして、いや演じようとはしてないです。うん、私はステージとか公園に立ってる時がもう本当に楽しいので、あれはもう心からの笑顔だし、だから目なくなるんですよ、笑うといつも。そう演じてるわけじゃないです全然。うん、本当にそれで大丈夫、何の話だ、待って、あれかな、推しを見に来たついでにハルピョン、いやそれは
今ほらゆきりんさんファンの方で学生さんって言うから、そうですよ、ピョンズはダメだよ、ピョンズはハルピョンのことだけ見に来るんだよ、分かった、オッケー、はい、ハルピョン何事に対しても一生懸命だとか、ありがとう、峯岸さんとゆきりんさんのファンだからチーム K でも春菜ちゃんの子、あ、そうなのかもしれない、じゃあもしかしたらそうかもしれん。ベベモンさん、クマさん、ありがとう、クマさんのなんかワッペンみたいなのありがとう、お仕事を愛している感じが、お仕事を愛して、まあそう、おし、なんか仕事だとは思ってない、もう本当にステージ立つことが本当に楽しいから、なんだろう、こんな幸せなことをさせてくれてありがとうって気持ちですはい、うん、本当にステージ大好き、まあアイドル好きではある、確かにずっと、もうちっちゃい頃からアイドルをずっと見続けてきた、まあそれこそ本当にゆきりんさんを見続けてきた人間なので、本当にだから本当に K の時は峯岸さんと一緒に出演させていただけたり、こう B ではゆきりんさんと出演させていただけたり、こうなんだろう、本当にその時にチーム AKB48 にいる方々の中で一番先輩の方とこうやって一緒のステージに立たせていただけるっていう素敵なそのチームの組閣をされているので、私は嬉しい、とっても嬉しいです。だからこそその一緒に出演するからにはたくさんいいところをもう吸収させていただけたら、はい、嬉しいなと思いますでも本当に K では本当にいろんなことを、ま、先輩さんが多かったのですごくいろんなことを吸収させていただいて、もちろん峯岸さんからもそうですし、他の先輩の方々からも本当にたくさんいろんなことを吸収させていただいたので、うん、だからめっちゃ嬉しい。タンポポの決心聞いたら OUC で峯岸さん宛にメッセージやったやつ思い出あれ私のメッセージ表示されなかったんですけど覚えてますか尺が欲しいって書いたんですよ、ちゃんと峯岸さんの、峯岸さんにかけて書いたら尺もらえませんでしたそう尺もらえなかったの、悲しい。 K ではキュート担当だったけど B では何担当になりそう。でも本当にキュートの方々めっちゃいるんですよね、だからむず、まあキュート、そうです、頑張ります前の K より今の B が馴染むの早い気がする、合ってる、うーん、でもなんかやっぱ、うーん、前の時は本当に全然、あの私がその高校3年生だったってこともあって、あれそうですよね、あとはその高校2年生から3年生になって3年生で1年みたいな感じで過ごしたっていうのもあって、受験期っていうのもあったので全然そのチームの兼任チームの公演とかコンサートとかにその出演できなかったんですよ、私が悪いんですけど。そうだからなんか16人公演に出たのもさ、もう本当に1年経ってからとかなので、小島子さんとも一緒に立ってことないし、公園にね、そう、藤田奈々さんとかとも一緒に立ったことなかったりとかしてて、そうなんですよ、だから私ってそういうとこがあったから、なかなか K で、なんだろう、 K が完成しきっちゃった状態で参加したチーム K みたいな感じになったので、すごいなんだろう、最初はね全然こう行けなかったんですけど、でもひなのさんとかランちゃんとかが楽しくすごい場を作ってくださったのですごい楽しくできたんですけどっていう感じなんですけど、今のチーム B はもう最初からこう劇場公演もチーム B の中で2回目の時からその私自身の初日を迎えることができたりとかしたとしてしたやっぱしたのでそうだから結構そうですね、うん、なんかチーム B にいるんだな自分っていうのはすごい思う、うん、
だってユキミさんに LINE できてない、全然やばい。送りました。えらい。えらくはないけど別に。山内さんハートありがとう。キュンです、ありがとう。でもあ、そう、あとは今日喋りたいことはもう一つありまして、なんと AKB48、 48 Times さんのなんか17期のみんなが特集されたあれが、記事が出たんですけれども、そこでなんか気になっている先輩とか、なんか目標にしたい先輩みたいなところに私の名前を書いてくださっている書いてくれている子たちがたくさんいて、そう、私それ終わってから見たんですよ。だからなんかもう知ってて見てたら、もうなんか知ってから、うん、公演が終わってから見たんです。だからそう、まさいちゃん、まゆちゃんは私のことをそうなんかもうええー、みたいな。いや多分まだそのいろんな先輩方と関わってないから、今その17期のメンバーちゃんたちは、そうそうそう、だから多分他の先輩方を知らないから、私がこのエイドのキスバイエイトの時にちょっとお話ししたりとか、あとは写真撮ったりとかっていうのがあったので、そうだからそのまだ周りを知らないから多分私を挙げてくれてるんだと思うんだけど、でもそれでも嬉しくて、もうなんか一人でニヤニヤしてましたそうずっとニヤニヤしちゃってた、あれあの記事読みながらスクショして、もうなんか悲しいことがあった時に絶対読みます、こう思ってくれてる人はいるんだって、そうこう思ってくれてるんだって思ってそう、もう嬉しいです、めっちゃ本当に嬉しい。え、もうだって天使とか言われたんですけど私今日前座だったけど、それうん違うの、私公演終わってからそれ見たの、だからなんかもっと知ってたらもっとそれについて喋ったのにと思って、めっちゃ悔しいです。そうなの、めっちゃ悔しい。だから今度ね会えた時はもっと喋れるように、喋れないんですけど喋れるようにメールもねお試しで今取れるあれがあって、あその時にその私が写真撮ろうって言った時にそのメールに撮りましょうって言ってくださいましたって載せてくれてる子が何人かいたりとかしてて全然そんな気使わないでいいのにって思いながら、でも私読んでるってこと言ってないので、そうだからもう普通にただただ書いてくれたいい子たちです。もうありがたい、嬉しい、そんなこと、もうありがとうございます本当にありがとうございます
もう嬉しいです私は。そんなそんなこと言われるなんて、全然何もして、写真撮ろうって言って撮ってくれてありがとうって、もうそれだけではないけど、ちょっと喋ったりもしたけど、でもそれだけなんて、天使だったりとか、もうどこに踊り方もアイドルとか言ってくれた子もいたよ。もうどうしたらいいの、嬉しいです。もうピョンズは全員見てください、絶対。あ、ハルピョンってこう思われてるんだなって思ってくれると思います。みんなも嬉しいこと、うん、推しがこう喜ん、ん？推しが褒められているのを見ると、みんなも、私もだって高見菜さんのこと大好きなんですけど、高見菜さんがそのなんか幸せなツイートとか嬉しいツイートとかなんか嬉しいニュースとかに上がってたら嬉しいもん。なんか推しがこう褒められたり嬉しいと思っていることだったりとかっていうの嬉しいので、みんなも見てください。はい、あの無料で見れます、そこの記事は。はい、なのでよろしくということで。待って、12個分明日歌うね、ミラーボール。ごめんごめん、明日歌います、みんな待ってて、許して。ということでランキング読みます。じゃあ私がもう しゃべりたいマシンガントークめっちゃ喋ったので、私は今日は満足ですもう満足です。12また貯めちゃったよ、うん、ということで、誕生日よりテンション高かったやっぱ嬉しい。いや、なんか話すことが、誕生日は課題ばっかしてたから話すことがはい、ありがとうっていうことしか伝えることができなくて、そうなんですよ。だから、そうそう。ということでランキングいきます。1位 A ダッシュアットピョンズさん、ありがとうございます。2位サプライズレバーさん、ありがとうございます。3位北里光平さん、ありがとうございます。4位トラック野郎アットグリさん、ありがとうございます。5位桜のお友達さん、ありがとうございます。6位サクタロアットハルピョン神推し、今日はお疲れ様でしたさん、ありがとうございます。7位、ネバーストップアットユキリンさんに対抗してピョンズサイレームピータローのサイレーム作りますか作りたいけどね、ソロコンサートとかがないと。でもソロコンサートなんてまだできる器じゃないのではい、もう一生できないかもしれないんですけど。8位ナーニャ神推し、ピョンズを兼任してもいいですかさん、ありがとうございます。9位パンダさん、ありがとうございます。10位スミちゃんと曲に合わせた表情をキレのあるダンス最高ですね、ありがとうございます。アイドル頑張ります。11位タカピョンさん、ありがとうございます。12位ヤッチンウサギありがとうさん、ありがとうございます。13位山内さん、ありがとうございます。そして本日のラッキー88位はCDH48 ケンさんです、ありがとうございます。ということで、あ、意外と早く読み終わった、嬉しい。てってれて、何喋ろうかなもうでも本当に今日はいっぱい喋ったんですけど、本当にそれぐらい充実満足。まあもちろんまだまだ課題はたくさんあるので、自分らしく頑張ります。シャンプーと化粧水、シャンプーはアンドハニーのピンク、化粧水は無印以上です、以上です。はい、ということでこんな感じでございます。今日は本当に劇場公演すごく楽しかったです。
ドボンのランキングはいつ上げる予定、まだコラージュしてないので明日上げます。明日か明後日かし明後日来週までには上げますということで、それではあ5000に行ってないけど、まあキャッチフレーズします。はい、ウサギのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのはハル、ありがとうございます。今日も自慢のラビットジャンプで4867人の皆さんに聞いた期待がお届けしちゃう富山県代表ハルピョンこと橋本ラナでした。ありがとうございました。それではまたね、ありがとう、バイバーイ、おやすみなさい。今日ムービー楽しみにしててね、とあるメンバーとです。ゆきりんさんではありませんバイバーイ。